ミシともアガディです。さあ今回はなんと原石の配布が追加できたのと新引きの性能が、ね、発表されましたので、前半の方はまあ原石について話していきつつ、後半の方でがっつりね新引きの性能解説やっていこうかなと思います。早速やっていきましょう。さあまたまた来ましたね、旅人さんのご指示に感謝をと。この度原神は皆様からの熱いご支援を受けてザ・ゲームアワード2021ベストモバイルゲームを受賞し、並びにザ・ゲームアワード2021ベストオンゴーイングにノミネートされました。感謝の気持ちを込めて、原石1600個配布いたします。これすごいっすね。まさかのねツイッターのトレンドにも入っていて原石1600って入ってて、まあ、みんな嬉しいんやなと思いつつ眺めていたんですけど、まあ、こんだけ騒がれてる理由をね軽く説明すると、原神のガチャのシステム上、天井ってあると思うんですけど、原神って90連で、ピックアップキャラクターが 50%、 工場キャラクターが 50% で、もしねそのね90連で 50% のキャラが出た場合、工場の方ですね追加で90連引く、要するに180連回せば確定で欲しいキャラクターが手に入るよっていったガチャシステムなんですよね。で原神のガチャの性質上、だいたい80連から85連ぐらいの期待値が一番高いので、だいたい160連すれば好きなキャラで手に入るんですよ、ほとんどの確率で。ってなってくると、他のモバイルゲームとかソシャゲってだいたい天井って300連なんですけど、原神ってねほぼその半分以下で引けるため、原石1個あたりの付加価値っていうのがだいたい他のゲームあたりで換算すると2倍ぐらいの価値あるんですよね。って考えると、他のゲームでいうガチャ20連分ぐらい相当の付加価値をもらえているというわけですよ。これ相当でかくて、だってそもそもね 50% の確率で80回か90回引けば好きなキャラクターが手に入るわけじゃないですか。それで10連配るっていうのはもうめちゃくちゃに嬉しいですよね。そのこともあって最近の原神ってここ1年間って原石の配布ってそこまでなかったんですけど、今回原神さんめちゃめちゃ石配ってくれるよね。前回も800個配ってくれたからもう2400個あるわけじゃないですか。いやめちゃめちゃでかいでしょ。最近の原神ちょっと運営大丈夫かっていう、なんかそれこそ2周年とか、あと年末の旧正月とかね、中国のねリリースのゲームなんで、旧正月中国のだいたい1月から2月あたりにかけてすごい大きなイベントやるってのがね去年の通例なんですけど、そういうこともあってすごい石配ってくれるのはめちゃくちゃに嬉しいですね。1600個マジでかくない？よかったら原石のこの1600個プラス前回の800個の使い道ね、コメント欄で教えてくれたら嬉しいです。次に新武器の性能解説を行っていこうかなと思います。両手剣赤核赤人滅災ですね。基礎攻撃力が542族、会心ダメージアップが 88.2%、 ついに来ましたね。両手剣のところにも会心ダメージ系の武器が来ましたよと。これも結構待っていた人多いんじゃないですかね。で武器スキルが、防御力をプラス 28% すると、で通常攻撃と受撃のダメージが防御力 40% 分アップするよといった感じですね。これねパッと見てもらったら、お会心ダメージ 88% も上がる武器来たし、これもしかしたら両手剣のキャラクター全般に使えるんじゃないかなと思う人もいるかもしれませんが、これ実はねちょっと落とし穴がありまして、まず基礎攻撃力がめちゃくちゃ低いんですよね。542族っていうと星5の両手剣の中だったら一番最低値ですし、星4武器と比べてもそれこそ最大の体験が565なんだけど、もうそれよりも低い数値になっていると、基礎攻撃力で見ると、星4武器よりちょっと上の部類ぐらいの基礎攻撃力の数値なんですよね。原神っていうゲームの性質上、基礎攻撃力のデカさってめちゃくちゃに重要で、時計のメインステータスが攻撃力パーセントとか、生物のサブステラに、ね、攻撃力パーセントってあると思うんだけど、これって基本的には、そのキャラクターの基礎攻撃力プラス武器の基礎攻撃力の合算した数値の何パーセント分か分上がるよっていった感じなんで、生物のメインステータスとか、あと生物のセット効果による攻撃力パーセントアップの恩恵が少し受けにくいんですよね。でそして武器スキル、防御力を 28% 上げつつも通常攻撃と受撃のダメージが 40% もアップするよと。これがいわゆるダメージ加算系のスキルなんじゃないかなと言われていまして、簡単に言えばダメージバフではないんですよね。どういうことかっていうと、簡単に言えば原神のこのダメージっていうのは、敵のね耐性だったりとか、こっちのバフだったりとか、あとはね基礎攻撃力とか攻撃力パーセントも加算した合算した数値にそこにプラスする形でこの武器のスキル効果、防御力の 40% 分の火力を上乗せするよといった感じのスキル内容となっているんですよね。なんでねちょっと効果自体は現状だとそこまで強くないのかなと。そしてもう一個ポイントがありまして、これ、ね、追加ダメージの枠は通常攻撃と銃撃ダメージアップなんですよね。エウルアみたいに元素爆発で殴っていくようなキャラクターには全く効果かかってきませんので、そこは結構注意点なのかなと思いますね。
まあ、とはいえノエルとかっていうめちゃくちゃ優秀な星4キャラクターもいますし、それこそねやっぱり新たき一刀のモチーフ武器なので、新たき一刀を引くよっていう人はもちろんね持っておくことをおすすめしますし、ノエル使ってる人もね相当に使えると思うのですが、じゃあ他の両手剣キャラクター、それこそディルフとかエウルワとかがねやっぱり両手剣のキャラクターの中だったらねアタッカーとして入ってくると思うんですけど、そのキャラクターと相性がいいかって言われたらめちゃくちゃいいわけではないのかなと。やっぱ基礎攻撃力の低さっていうのはやっぱり足引っ張ってきますよね。会心ダメージが 88% 上がるにしろ、まあ、そもそものね基礎の攻撃力が低くなってしまいますので、この武器のね基礎攻撃力のおかげでってなってくると、まあ、そこまで会心ダメージ上げる恩恵は少ないのかなといった気持ちはありますね。あの番組結力とかゴマの杖とかの会心ダメージ武器がなんで優秀かっていうと、あの武器たちって武器の、スキル効果によって攻撃力を上げるからめちゃくちゃに優秀なんですよね。ただね今回の武器に関してはダメージ加算系と、なっていますので、まあ、そこまでねそもそもねダメージ加算が通常攻撃と銃撃にしか入ってきませんので、まあ、汎用性はそこまでないのかなと。ただねそうは言ってもやっぱり会心ダメージとか、いわゆる会心率、会心ダメージを上げる武器ってやっぱね1本持っておくとね困らないんですよね。困った時にとりあえずまあこいつ装備しておけばいいやっていう、まあその一定値以上の火力というか強さは保証してくれる武器にはなっていますので、まあ両手剣のね強い武器、まあ末路とかも一切持ってなくて、プラスしてね、まあ、新たきと今回引こうか迷ってるよって人は、まあ、引くのは全然おすすめなのかなと。ただまあ、ゴマの杖とか万感血力とかみたいに、じゃあこの武器一本持っておけば、どんなタッカーでも使えますよ。この武器一本持っておけば、もうね、将来性も保証されているし、めちゃくちゃ安心できる武器かって言われたら、そこまでの実力では現在ないのかなと、思っていますね。はい、そういった感じの武器内容と原石配布でした。まあ原石配布ね最近なんか今回の1600個とプラスして前回の800個で2400個か配っているかと。多分旧正月でねまたガチャ石10個配布だったりとかっていうイベントもね、まあ去年の通例で言ったら今年も来ると思うので、まあ、相当に美味しいですし、まあね、あと今回の武器もねまあ言うても基礎攻撃力低いのと、あと武器スキルが追加ダメージ枠なので、あとそれこそ通常攻撃と銃撃にしか乗っかってこないから、まあ、汎用性っていうか強さ自体に関してはそこまで高くないんだけど、まあ1本持っておくのは全然ありかなというぐらいの武器なので、まあね結構ねガチャとか引こうか迷ってるよって人もたくさんいるとは思いますが、まあ原石のね使い道は本当に計画的にしてください。もうそれこそ運金さんとかさ新角さんとか来るから次のバージョンで、もうあれだけ見た目がとんでもねえキャラクターたちが来て、おそらく次のイベントってのがあのバージョン 2.4 が多分怪盗祭の時期とも被ってくるので、翔くんとあとはカウの復刻ってのもまあ10中8区来るとは思っているので、その復刻キャラクターの兼ね合いもあると思いますが、またね、まあね今後のガチャに向けてのね原石の使い道の動画とかもね投稿していきますので、最後に高評価とチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。またねこのね動画見終わった後にコメント欄にて今回のね配布された原石の使い道だったりとか、あとは今回の新星5武器で見た目がめちゃくちゃかっこいいんだけどこの星5武器引こうかな引くないかなってね迷ってる人はコメント欄でちょっと教えてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。じゃあねみんな、オツティです。Like a Hellcat.